みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。ヒットソングに学ぶ作曲理論講座ということで、実在するヒットソングをモチーフにして、あれこれこの作曲の方法みたいなお話をさせていただいておりますが、第3回目の今回は、理論的なことをちょっくらお話しさせていただこうかなと思います。理論的な話をしてみようかなと思います。というのも何でかと言いますと、1回目と2回目でちょっとそういう、ね、理屈的なことをすっ飛ばしすぎたかなと思いましたので、ちょっと軽く説明させていただこうかなという感じです。興味がありましたらご覧くださいませ。理論に興味がなければすっ飛ばしていただいて大丈夫です。次の動画へどうぞ。1回目と2回目のとき、僕はこう数字でコードを表していたかと思うんですが、コードネームではなくて、数字でコードを考えていこうぜ、コードを表していこうぜという考え方をディグリーって言ったりとか、ナッシュビルコードって言ったりとか、ダイアトニックコードって言ったりとか、いろんな呼び方があるんですが、そんな呼び方をしております。で、この数字でコードを捉えていくという概念、考え方があるということでございます。ちょっとこの話はすっ飛ばして、音楽の理論において、とりわけスケールとかコードにおいては、相対という考え方がとてつもなく大事になってきます。これだけだと会いたいですけれども、相対的。相対的に考えると。絶対ではなく、相対的に考えること。これがとてつもなく大事になってきます。相対性理論とかの相対ってやつですよね。お互い様という考え方でございます。例えば、この A 君がいましたと。A 君が左手にリンゴを持っていました。さあ、リンゴをこの下にポツンと落としました。さあ、地面に落ちるまで何秒かかるでしょうといった問題があったときに、いや、もしかしたら A 君、電車乗っているかもわからんから、そしたらリンゴの速度またわからなくなるよねという人もいると。いや、でもそもそも A 君、電車に乗っているけれども、これ地球上に乗っかっているわけだから、この自転の速度とか考えると、リンゴの速度とんでもなくないという人もいるし、いや、そもそも地球ってこの銀河系に属するこの惑星の一つだから、この銀河レベルで考えるのという人もいるわけですよ。そんなことをやっていると、まあ、キリがないと。まあ、キリがない。なので、この観測者 A 君と物体 B としましょうか。物体 B、リンゴ。この2つは相対的に見ると、もう電車に乗っているのはもう同じ条件なので、それはもうすっ飛ばしていこうと。A 君から見たときに B の動きがどうなってしまうのかと。地球に乗っかっているのは A 君も物質 B も同じだから、それは相対的に考えて、もうチャラにしていこうじゃないかと。そんな感じなわけでございます。相対。アインシュタインの相対性理論ってあるじゃないですか。なんかあれ、空間が縮むというこの考え方になるんですけれども、これは全然関係ないですけどね。本当によかったら調べてみてください。あれ、すげえ面白いんで、本当もうアインシュタインすげえなって感じです。そういう考え方あるのねなんて、僕はすごいその話、その辺の話が好きなんですが、それは置いておいて。で、ちょっと音楽の理論の話に戻しますと、まず、キーというものを定めるわけです。すべての曲にこのキー、鍵となる基準値ですね。基準値があるわけでございます。もうここを基準としようと。ここからこう、どうたらこうたら、どうたらこうたら、ああしてこうしてっていうふうに考えていこうじゃないかっていうのがあるわけですよ。それが言葉通り、キーという言い方をします。日本語で言えば、調ですね。波長調とか、なんか異端調とか、なんかそういうやつでございます。で、キーは決まったと。そしたらその次何を求めるかっていうと、ダイアトニックノートってものを求めます。ダイアトニックノート。単音ということですね。ちょっと参考書とか読んだことある方は、なんとなく知っているかもしれないんですけれども、前前半、前前前半というあれです。なんか聞いたことないですか？前前半、前前前半。これのこのわけのわからないところは、前音とか半音とか言うからもうわけわからなくなるんですよ。もうこう覚えてください。前音は2歩。で、半音は一歩という感じです。キーの音、その基準値のところから2歩進んで、2歩進んで、1歩進んで、2歩、2歩、2歩、1歩というこういう考え方です。221、2221。ちょっと鍵盤を使って説明させていただきますと。じゃあ、キー、基準の音はここだとします。ちょっとうるさい。この音だとします。ここから2歩進みます。1歩、2歩。次もまた2歩進みます。1歩、2歩。次は1歩。で、2歩、2歩、2歩、1歩。という感じになると、またどの音に戻ってきて1周すると。ここからスタートして、2歩、2歩、1歩、2歩、2歩、2歩、1歩。ということでございます。これがダイアトニックの音ってやつです。
キーが決まってダイアトニックノートが割り出してきたらさ、その次はどうしたらいいかというと、このダイアトニックノートを使ってどんなコードが作れるでしょうかという考え方が出てくるんです。これがそのダイアトニックコードというやつです。この数字で表す元のコード。ダイアトニックノート、今、どの音を基準にやったら、たまたま発見しか使わなかったので、この発見だけを使って、こういうコードができる、こういうコードができると。順番になっていくわけですね。そうすると、全部で7個のコードができるということです。ちょっと書いてみると、こんな感じ。1個目のコードは C。で、その次は Dm。で、Em。で、F があって、G があって、Am があって、で、B ホニャララみたいな、なんか難しい名前のコードがあるんですけど、B ホニャララです。こんな感じのコードが出来上がると。で、ここからその相対的に考えると、相対的に考えるとどういうことかと言いますと、ダイアトニックノート、ダイアトニックコードは、それぞれこのキーの音からその割り出しているわけなので、キーが変わればもちろんダイアトニックノートも変わりますし、ダイアトニックコードももちろん変わると。けれども、ちょっとここで気づいていただきたいんですけれども、関係性は全部一緒ですよね。関係性は全部一緒。例えば、キーが C だとします。ダイアトニックノートは、ドレミファソラシド。ドはいかないか。ドレミファソラシです。で、出来上がったコードとしては、C、Dm、Em、F、G、Am、B、ホニャララですと。じゃあ、ちょっと違う曲をアナライズしているときに、キー D の曲があったとします。キー D で使うダイアトニックノートは、レ、ミ、ファ、シャープ、ソ、ラ、シ、ド、シャープの7個の音です。ダイアトニックコードは D、Em、F、シャープ、マイナー、G、A、B、マイナー、C、シャープ、ホニャララ。で、これが E があってっていう感じでこう書き並べていくと、まあ、もちろんここの音名だったりとか、コードネームはバラバラになっていくんですけれども、基準値から全然半で割り出して、で、そこからその7個のコードをガガガと並べているだけなので、こう縦のラインで見ると全部共通するはずじゃないですか。なんかわかりますか ?2 個目、3個目、6個目に関しては絶対マイナーコードになるはずだし、7個目のコードは必ずなんか B ホニャララとか C シャープホニャララというコードになるはずなんですよ。こんな感じで相対的に考えていくと、もうコードネームで考える意味なくねという話になってくるわけです。別にない子がないわけじゃないんですけども、まあ、いちいちこう、ね、シャープとかマイナーとか書くのめんどくさいじゃないかと、もっとこうなんかこう普遍的な表し方をしていこうじゃねえかというのが、この数字のディグリーネームというやつなわけでございます。なんとなく分かっていただきましたでしょうか。で、このディグリーネームを使うことで、いちいちそう、ね、コードネームを書かなくて済むし、どんなキーであろうが、そのコードの役割はすべて一緒なので、このコードネームとかキーとかにとらわれることなく、その吸収できたりとか、物事を考えたりとかすることができるわけでございます。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。ちょっとまとめますと、まあ、最初は基準の音を決めるわけです。じゃあ、基準の音はここにしましょうか。ミの音。ミの音。で、ここからさっきやった221、2221をやっていきます。ここからスタート、いくぜ。221、2221。そうすると、こんな感じのダイアトニックノートが出来上がるわけです。で、それぞれの音を使ってどんなコードが作れるかなっていうと、まず1個目、で、2個目。で、その次は3個目、で、4個目、5個目、6個目、で、7個目は。で、1周して、また最初のコードに戻るということです。ちょっと黒鍵が絡むと、なんか指使いがややこしくなってきてしまうんですけれども、やってることはもう全く変わらないです。キーが変わってもやってることは、考え方は全く変わらないということです。ちょっとこのディグリーネームの見方、最初はすごくややこしいんですけれども、慣れるとめちゃくちゃ便利なので、ぜひ興味があれば、そんな話を覚えておいていただけると嬉しいなという感じです。で、まあ、前の動画でも言いましたけれども、僕が以前アップロードしたその音楽理論講座の動画もありますので、まあ、興味がありましたらそちらでいろいろとこの深く学んでいただけると嬉しいなという感じでございます。はい。とりあえず、まあ、3本目の今回の動画は、
理論の話だけで終わりですが、参考になれば何よりでございます。次回の動画、4回目の動画では、サザンオールスターさん、サザンオールズ、オールスターズ、サザンオールスターズ、サザンオールスター、ちょっとどっちか忘れてしまいましたけども、サザンオールスターズさんを取り上げてみたいなと思いますので、よかったらお楽しみにということでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。